りりり統合ししたた紋紋章章をを取除いて整整列整理するることであるマーシャリングは、主に紋章を持つ二つの家が婚姻する際に行われるが、戦争、侵略の結果や、政略的な合意に基づく国家あるいは、領土の併合または分割の際にも実施される。紋章の主な統合方法は四つある。 文章を縦に二つに分割して、左右に、それぞれ一つずつ統合された文章を示す、ディミディエーション及び、インペールメント、十字に四つに分割して、それぞれの領域に統合前の文章を示すクオータリング。そして、本来は、回地に統合すべき文章を持つ者が、文章の相続人である場合に用いる、プリテンディングである。なお、女性の紋章は通常、ロズンジオ、 エスカッシャンとして描かれるが、どのような方法で統合したとしても、結婚後は妻も夫と同じようにシールドに紋章を描くようになる。ディミディエーション二つの紋章を結合したことがわかりやすい例。ベンドシニスターとベンドの紋章を結合すると、一つのシェブロンのように見える。ディミディエーションは統合しようとする二つの紋章のうちの片方の 紋章のデキスター側の半分と、他方のシニスター側の半分を左右に並べて配置して、統合する方法である。しばらくの間、リミディエーションは、インペールメントとして知られている方法よりも先に用いられていた。婚姻の場合、夫の紋章のデキスター側の半分を、妻の紋章のシニスター側の半分と一緒に置く。 場合によっては、それが二つの紋章の組み合わせというよりは、元から一つの紋章であったかのように見えるシールドとなってしまうことがあるため、この方法は徐々に使用されていなくなっていった。例えば、右の図に示すようなベンドシニスターの紋章とベンドの紋章とを統合すると、単にシェブロンのように見える組み合わせとなることがある。つまり、 二つの紋章が結合されたという事実をわからなくしてしまう恐れがあった。他にも、ボーデュア、オール及び、トレッシャーといったシールド全体を取り囲むチャージの連続性にも問題があると考えられている。この混乱を避けるために、リミディエーションでそれらを結合するとき、各々の紋章の半分だけではなく、より広い部分を使うことが慣例になっていった。 一旦この習慣が広まり始めると、双方の紋章の全体を、新しいシールドに含むのが慣例となっていった。そのため、実質的に、インペールメントは、紋章を結合する方法として、ディミディエーションにとって変わることになったのである。インペールメント・インペールメント・ディミディエーションでは、結合したことがわかりにくかったものが、インペールメントでは改善されている。 インペールメントは統合しようとする二つの紋章を左右に並べて一つのシールドに双方の紋章の全体を配置して統合する方法である。紋章学ではインペールメントは婚姻を意味するために使われる。ディミデーションと同様に紋章学で垂直分割を意味するパーペールで分割する。インペールメントを行うことをインペールするというが、 インペイルされたシールドは、その上辺から底辺に達する直線で中央を垂直にまっすぐに分けられ、二つの紋章を、この分割の両側に配置する。夫婦の婚姻の場合、通常、夫の紋章を向かって、左に、妻の紋章を向かって、右に配置する。婚姻の場合以外の統合も可能であり、個人の紋章と職位の紋章との結合がそれに当たる。 特に、教会紋章学において、司教の教区が属する教区連合または聖座との紋章の結合が見られる。この場合、教会の紋章が向かって、左に、その機関の司教個人の紋章が向かって、右に置かれる。プリテンディングプリテンディングは、妻が紋章の相続人である場合に、インペールメントではなく、 エスカッシャン・オブ・プリテンスと呼ばれる妻の父の紋章を表した小さなシールドを夫の紋章に加えて統合する方法である。上記二つの統合方法で繰り返し述べたように、イギリスの紋章学では夫の紋章がデキスター側、妻の紋章がシニスター側に配置されるのが原則であるが、妻に男子の兄弟がなく、かつ長女である場合、彼女は、 彼女の父が死亡した時点でその家の紋章の相続人となる。その場合、結婚時は、インペールメントで統合されていた紋章を解除した後、夫の紋章にエスカッシャンオブプリテンスを加える。また、妻の家が非常に重要な家系でありながら、後継者に女子しかいない場合は、姉妹全員を相続人扱いとし、父の死後、 彼女らの紋章は必ずエスカッシャンオブプリテンスで、彼女らの夫の紋章に加えられる。これは、妻が紋章の相続人でない場合は、妻の紋章は相続されないのが慣例であるために、妻の代限りでその紋章の継承が終わってしまうのを回避するための措置である。なお、妻が紋章の相続人でない場合は、 妻が夫よりも先に死亡した時点で妻の紋章は夫の紋章から取り除かれる。エスカッシャン・オブ・プリテンスは見せかけのエスカッシャンとも訳され、本来はシニスター側に示されるはずの妻の紋章を夫の紋章の中央に小さなエスカッシャン、すなわちインエスカッシャンと呼ばれるチャージとして示す。妻個人の紋章はロズンジの上に描かれているが、 見せかけのインエスカッシャンは、妻の父の紋章と捉えるためシールドの形で示される。これにより、夫は、妻の家の課長を兼ねていると解釈される。日本でいうところの、婿養子に近いが、夫はあくまでも夫の家系のものであり、夫の性が変わるわけではない点が異なる。インエスカッシャンの位置は、オナーポイントとも呼ばれ、 エスカッシャン上に並べて示されている他の、どの紋章よりも優位であり、権利を意味する特別な場所である。したがって、妻が夫よりも先に死亡した場合でも妻の紋章は、失われず、夫の紋章と4つのフィールドを2つずつ分け合う、クォータリーの形で相続されていく。つまり、一旦、見せかけのエスカッシャンを紋章に加えられた夫は、その後、 妻が死亡しようとも妻の紋章を継ぐ義務を負う。後に再婚し、5歳も紋章の相続人である場合は、前妻の紋章をクォータリングした上で、さらに5歳の紋章をインエスカッシャンとして加える。結果、夫は、夫の家と前妻と5歳のニアの紋章を継承する、責任を負うことになる。クォータリングクォータリングは、 統合後の新しい紋章を十字に分割して、クォータリーの形にし、左上、右上、左下、右下の順で、より価格の高い家の紋章を配置することで、統合する方法である。それぞれの位置を便宜的に1、2、3、4と呼び、紋章記述では、ファースト、セカンド、サード、フォースや I、2、3、4などとも記述する。 クォータリングという言葉は、本来は紋章を4分割することのみを意味するが、クォータリーをさらに分割し、6等分や8等分にした場合など、分割数に関かかわらずもクォータリングと呼ぶ。妻が紋章の相続人で、夫の紋章にエスカッシャンオブプリテンスで妻の家の紋章が加えられている場合、妻が夫よりも先に死亡した場合でもエスカッシャンオブ。 プリテンスに示されている妻の家の紋章を移動して、夫の紋章とクォータリングで再配置した紋章が、子に相続される。その場合、夫の紋章が1及び4の位置に、妻の紋章が2及び3の位置に示される。719もの紋章が統合されたグレンビル家の紋章。一つの紋章に統合されたそれぞれの紋章は次のような場合に整理される。 妻が、紋章の相続人でない場合、妻が夫よりも先に死亡した時に、妻の紋章は、夫の紋章から取り除かれる。妻が、紋章の相続人である場合で、妻が夫よりも先に死亡し、かつ5歳も、紋章の相続人である場合、前妻の紋章は、夫の紋章とクオータリングされ、5歳の紋章がエスカッシャンオブプリテンスとして、加えられる。 離婚した場合は、夫と妻のどちらも互いの紋章が、それぞれの紋章から取り除かれる。統合と相続を繰り返し、多くの紋章を含むようになった場合、価格の低い家の紋章から取り除かれ、以後相続されなくなる。上記の一及び備についてはいずれも妻が夫より先に死亡した場合であるが、夫が先に死亡して、妻が未亡人となった場合は、 妻の紋章は、夫の紋章と統合されたままであり、エスカッシャンの形だけロズン時に戻る。上記の4については、紋章が複雑になり、視認性が悪くなることや、紋章技術が長大かつ煩雑になることを防ぐため、統合後に一つの紋章に6つを超える紋章が、含まれるようになると予想されるとき、統合前に、それぞれの紋章から重要度の低い紋章を、 取り除いていくのが普通である。ただし、必ずしも取り除かなければならないわけではない。言い換えれば、文章の保持者の意向により、一切文章を取り除かなくても良いということである。中には、文章の統合の際に、それに含まれる文章を一切取り除かずに、クォータリングを繰り返した結果、右に示す719もの文章が描かれている。 巨大な紋章となった珍しい例がある。ABCD 超前波、ローズマリー、デザイン・ユア・オン・コート・オブ・アームス、アン・イントロダクション・ツ・ヘラルドリー、ニューヨーク、USA、ドーバー・パブリケーションズ、インク、ピアニッシモ、P11、ISBN0 から486から24993三 X ハット AB フライヤー、スティーブン、ヒストリー・ハンドブック、 ヘラルドリー、スラップ、ストラウド、グロースターシャー、UK、サットンパブリッシング、リミテッド、ピアニッシモ、P203、ISBN0 から750910852、750 ABCDF ベンディングフェルド、ヘンリーオグウィン、ジョーンズ、ピーター・ヘラルドリー、ニュージャージー。USA、チャートウェル・ブックス。 インク、ピアニッシモ、P47、ISBN1 から555219322、AB 55スレーター、スティーブン、ザコンプリートブックオブヘラルドリー、ロンドン、UK、ヘルメスハウス、ピアニッシモ、P119、ISBN0 から6819705458、超前波、ローズマリー、デザイン・ニューアウンコートオブアームス、アンイントロダクションツーヘラルドリー、 ニューヨーク、USA、ドーバーパブリケーションズ、インク、ピアニッシモ、P13、ISBN0 から486から 24993X ハットザコンプリートブックオブヘラルドリー、P118、ヒストリーハンドブックヘラルドリー、カラードピクチャーナンバー21。ありがとうございます。